久保さんあの、青森山田高校でですね、十和田湖合宿っていうのがあって、十和田湖合宿。<laughs> 奥間長者合宿じゃないですよ、十和田湖合宿っていうね、十和田湖の、もう本当に山の中,中で、まあその、結構ね、綺麗な体育館があって、そこでまあ合宿するんですよ、泊まり込みで。で、そこにね、あのね、まあ合宿やってて、センチュリーが来て、 校長先生ですね校長先生が見に来るみたいなセンチュリーで <laughs> <laughs> 校長先生来たからっつってね。でみんな退屈割れてね校長先生の話聞くんですけど。まあ僕はその時にその時のまあこれ多分ね億万長者合宿でも何回か言ったかもしれないですけど人間にはね3種類いるみたいなね。言われてもできない人間と言われたらできる人間と言われなくてもできる人間人間はこの3種類しかいねえと。で まあもう亡,き、まあまあ、亡くなったんですけどその吉田監督ですねでお前らはその吉田監督に言われなくてもあのいろいろできる人間にならんとあかんぞみたいに言われまして、まあ、結構ね残ってますねあのすごくうん、まあ、これはもう全部なんか仕事でも一緒かなと思うんですよね言わ,れな言われてもできない人間これ出世できないでしょうね で言われたらできる人間アルバイトですよね <laughs> 言われたことしかしないっていうね言われたことはできるんだけど言われたことしかしないアルバイトですよね、うん、だから言われなくてもできる気が利くねみたいなっていうような仕事しないと多分出世は難しいんじゃないかなと思いますねまあ逆に言うと今は言われてもできない人間が結構多いので 言われたことをきっちり仕事をこなす人間は逆を言うとそれでも「こいつちゃんとやるな」っつって、ね、あのなんか修正できるかもしれないですけどねでもそれでも限界値があると思いますねうんで今これをなんかこの言葉を横展開すると社会に出るとあの言われなくてもできる人間って実はあの迷惑だったりするんですよね 難しいんで、まあ、その言ってねえよとそれ余計なお世話だよみたいな余計なお世話だよみたいな <laughs> そのあの余計なことを逆にやってしまうここのさじ加減が難しいですねうんだから言われなくてもだからまあこの言葉を横展開すると言われなくてもできる人間にな,らなった方がいいんだけども言われなくても相手が求めているものができるかどうかですかね うん、だからその言われなくてもできる人間にも2種類いるみたいなね。で言われなくてもできやっちゃってなんか迷惑が上がられるのかその言われなくても相手の気持ちを汲み取って自分の会社が何を求めてるのかを汲み取って、えー、できるかどうかっていうのはこれがまた二極化なのかなと思いますね。うん やっぱ別にそのやらなくてもいいよっていうことを言われなくてもや,やっちゃうと、まあ、何勝手にやってんだよみたいななっちゃったりするのでうんだからその相手の気持ちをどう汲み取れるかだから久保さんの話につなげるとその弱い人をの汲み取って、まあ、まあ練習だったこうなんだあー相手の場所に返すみたいな話ですよね、うん、ただ今回ね僕ね僕あの あのボコボコにしましたね。ボコボコに。くみ取らずね。だそれもね、スクールウォーズみたいに、ボコボコに、なんかボボコにするみたいなね。だその精神をね、叩き直すというか、上には上がいるんだぞみたいな、なんかそういうのも、うん、愛の無知なんじゃないかなと思いますしね。うん。確かにその、練習とかね、うん、あその相手をこう強くさせるためには、そういう一理もあるけども、 こう精神を振り立たせるというかね、うん、なんかもうなんだ手加減一切ゼロでそのブチのメスっていうこれも一つなんか教えなんじゃないかなと思いますね。うん、そうハモっていうね、ハモも一つの教えですよね久保さんねそう言ってらっしゃる。